た。おはよう。いただきました。このサングラスです。BS です。何事も一が大事です。世界先歩きコーチも言ったように、自分がどこまでできるか、しっかり攻めて、攻めて、勝ちにこだわってやっていきましょう。風強いです。しっかりみんなで声出して、最後まで追いましょう。突っ込みます。いいですか？
いやまあオープン戦なんで、まあ去年も結構練習試合からオープン戦にかけて、まあ、結構打ってたんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、結構自分自身の状態も良かったんで、なんですかね、まあ、どういう球が来てもある程度ちょっと対応できるぐらい状態が良かったんで、でそのままシーズンに入って、まあ、つまずいちゃったんで、まあ本当にオープン戦の結果は関係ないと思ってるんで、はい、まあその、まあ、ここから試合が始まって、まあ、1日、まあ、何打席か立つ日が続くと思うんですけど、何が良くて打てたのかとか、何が良くなかったから打ち取られたのかとか、まあ、そういうのを考えながら、まあ、逆にシーズンに入ったら、ね、無心で、あらす、シーズンに入ったら無心で本当に結果を残すだけだと思うんで、はい、この、ね、ここからオープン戦結構試合数もありますし、多分打席数も多く立つと思うんですけど、はい、1打席1打席、まあ、反省ですね、まあ、良かったことも含めてちゃんと自分で確認しながら、はい、やりたいなと思います。あとは今日、はい、ベイスターズ戦で、はい、京田選手と対するっていうのもありました、はいはい、初期いやまあね、1打席目結構しょうもない当たりで、あえてツーベースになって、守備でもね、大事なところであえてファインプレーもしましたし、改めていい選手だなと思いました。こう対していく部分っていうところでは慣れたというか、はい、いや、まあ、確かにちょっとね、今日最初だったんで、まあ、違和感もありましたけど、はい、まあ、なんていうんですか、人というか友人としては、まあ、元気にやってる姿が見れたんで、まあ、嬉しかったですし、まあ、これからシーズン始まったらライバルになっていくんで、はい、活躍させないように、はい、いろいろ対策を練ってやらないといけないなと思いました。もう明日でオープン戦最後になって、はい、沖縄での練習も数日になってますけど、1ヶ月はどうでしたか？まあ本当に、ね、まあ、どこにピークを持っていくかっていうところで、まあ、去年、ね、さっきも話した通りすごいいい状態で開幕入ったんですけど、まあ、全然ダメだったんで、まあ、もう一回見つめ直しというか、まあ、本当にこのキャンプもそうですし、まあ、帰ってからのオープン戦もそうですけど、はい、そこに結果を出すために合わせるわけではないんで、まあ、まだまだ開幕までは1ヶ月ずっとまだちょっとあるんで、はい、まあ、追い込めるところは追い込んで、シーズン通して戦えるように、まあ、そこは考えて、まあ、僕も、まあ、去年初めて来て行ったんですけど、まあ、何年か続けていっぱい出させてもらっているんで、まあ、そろそろ、はい、まあ、その目先の結果というか、まあ、打つだけじゃなくて守りの方もそうですけど、まあ、今日柳が、ね、あえて打たれましたけど、まあ、それも、はい、まあ、ここが悪くて打たれたとか、まあ、逆に抑えたピッチャーも何が良かったから抑えたのかとか、たまたま抑えられたけどこれ危ないよとか、そういうのはもう大体分かるんで、ね、攻守において、はい、シーズンを見据えて、はい、名古屋帰ってもやりたいなと思います。そんな名古屋帰ってからも待っているファンの皆さんというか、はい、あ、そうですね、応援も多いですけど、はい、今日何年ぶりか分かんないですけど、久しぶりに生演奏が聞けて、さあ、ついてもらおう、続け、続け、キーノシト、自分の応援歌もその途中でできてたんで、
スピーカーから流れるのは聞いたことあったんですけど、まあ、今日、ね、生演奏初めて聞けて、なんか久しぶりになんか元のプロ野球に戻ったとか、はい、ワクワクしましたし、はい、変わらぬ声援を、まあ、オープン戦からお願いします。音色的にはどうでした？生のまだまだと応援団の皆さんに言うかいや、まあ、どうだろう、まあ、多少なんかやっぱ今日は多分力んでたと思うんで外す僕の時はなかったのかな、まああれですけど、なんかそれもね、生演奏ならではだと思うんで、うん、まあ、選手だけじゃなくて応援団の方もやっぱり久しぶりでワクワクしてると思うんで、はい、ミスを恐れず思いっきり吹いてくれたらいいなと思います。はい、その応援団の皆さんも含めてファンの皆さんに、はい、まあそうですね、はい、まあ、シーズンに向けてとか、ね、チームがそのシーズンに向けていい状態で入れるように、まあ、オープン戦なんで、うん、まあ、もちろん結果が出ないと不安になる時もありますけど、まあ、選手は開幕に向けて精一杯やるんで、はい、応援してくださる方もシーズンに向けて、はい、喉を鍛え直して、はい、またやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴールドスタイルってそんなにやってました？はいはい、いや、なんか去年の 秋のキャンプ、この前ので初めてとかやったんですけど、まあ、しっくりきたんで、はい、やってて、まあ、今日ね、ちょっと京田と話す時あったんですけど、このユニフォームの着方どうって言ったら、クソにやってないって言われてまあそんなんで買えるようなね、格好で始めたんじゃないんで、はい、まあ、京田はずっとあれね、うん、オールドスタイルなんで、はい、まあ、京田より似合ってると言われるまではいきます。わかる。じゃあそこも注目していきます。はい、ありがとうございました。なんか、第一ラウンドは負けっすね。まだお願いします。オッケー。すいません。久しぶりにお願いします。いきます。はい、チーズ。はい、OK です。また、はい、頑張ってください。